岡山県倉敷市、倉敷地域倉敷地域は、岡山県倉敷市における、行政上の地域区分である。地域の北中部に位置し、市役所の本庁直轄エリアである。倉敷美観地区のある、倉敷中心市街地を中枢としており、水島地域、玉島地域、小島地域とともに、倉敷市の主要4地域を形成している。 倉敷市内の一地域としての倉敷は、当ページで説明しているエリアの他に、当地と水島を合わせた旧倉敷地域を指すことや、他に当地に、市所管轄域としては小規模な茶屋町地区、小地区の両地域を合わせたものを指すこともあるが、市内の倉敷としては概ね当地を指すことがほとんどである。また競技では、旧倉敷町域を指すこともあり、これについては、 倉敷町及び倉敷を参照のこと。本校では便宜上、1928年から1967年まで存在した旧倉敷市についても、当ページで記述している。駅前のメインストリート、岡山平野の西部を占める倉敷平野と呼ばれる広大な平地を中心にした地域である。平野の北部には、福山丘陵、東部には、林島丘陵、 南部には、小島山海の北端部や津良島山海、西部は高橋川に囲まれる。中央東西に、JR 山陽本線が走り、中央部には、鶴形山、か山や丘陵の独立級があり、そのすぐ北西に、倉敷駅がありその南に、中心市街地が広がる。かつては、中心市街地に商業が集中し、郊外は古くは、綿花、近代では、 イグサの栽培が盛んで、加えて、果樹や野菜などの均衡型農業も盛んであった。また、かつての綿花栽培に由来する、繊維関連や、イグサ加工品などの地場産業が多く見られた。しかし、高度経済成長時代以降のモータリゼーションの発展により、郊外に大型幹線道路が整備され、郊外にロードサイド店舗が林立していき、また、 水島工業地帯や関連企業の立地により、郊外はベッドタウンとして主街化してゆき、農地や地場産業は激減。代わりに第二次産業従事者及び第三次産業従事者が増大した。これに伴い、中心市街地も前世に比べると大幅に勢力を失った。中央省庁の出先機関をはじめ、 市内の広域行政機能の多くも集中する。元は、キビの穴開の西部にあたるあちの海と呼ばれる、海域であったが、高橋川の川口部であったため、土砂の堆積作用で徐々に浅くなっていき干潮時には、干潟が広がるようになっていた。中世末期に、浮田秀家家臣のお菓子が指揮して干拓が行われ、 倉敷平野の北部が造成されたのを皮切りに、江戸時代まで数度の干拓が行われて、現在の平地が生まれた。これにより、当初であった小島が陸続きとなった。現在、平地部に多くの用水路が張り巡らされているのは、そのためである。当地の中心市街地、特に現在倉敷美観地区として、観光地となっているあたりは古くは、 久保屋郡倉敷村と呼ばれ、江戸時代に天領の大官所が置かれた、ジニア町及び海に面していた時期は、港として陸地化してからも、倉敷川を利用した川港として、物資の集散地として、大いに栄えた。多くの豪商が生まれ、現在の白壁の街並みが築かれた。明治になり、廃藩地検が行われると、 倉敷大館所の支配地を前身とする倉敷県の県庁所在地となるも、明治4年に統合により、小田県となり、県庁は倉敷村から移った。さらに、同8年には、岡山県へ編入となる。直接的な前身となる旧倉敷市は、昭和2年4月1日、筑波郡倉敷町、万寿村、大高村の3町村が合併し、生まれた。 新たな倉敷町が後に周囲を合併して区域を広げていったものである。昭和3年4月1日、新たな倉敷町は市政を施行し、倉敷市となる。これは岡山県内で岡山市に次ぐ二つ目の市となった。市役所は前上町に置かれた。続いて、同25年9月1日には小島郡つぶえ村。 同26年3月26日には、筑波郡汚江村、中小村、菅尾村を、同27年4月1日には、筑波郡豊洲村、同28年1月1日には、浅口郡西八町、同28年6月1日に、浅口郡貫島町及び、小島郡福田町を、さらに同29年12月1日に、小島郡、 富士町をそれぞれ編入合併していき、順次地域を拡大していった。そして、昭和42年2月1日に隣接する玉島市、小島市と対等合併して、新たなる倉敷市を新設した。市役所は当地に置かれ、玉島、小島の旧役所には、支所が設置された。旧倉敷市のうち、津良島、福田であった地区を除いた区域は、 市役所本庁の直轄となり、倉敷市内の一地域として、倉敷と呼ばれるようになった。旧市政施行後、中心地となる旧倉敷町域には、昭和5年に、大原美術館、昭和23年に、倉敷民芸館、昭和25年に、倉敷考古館など美術、学術関連の文化施設が、次々と建設され、 また以前から大原孫三郎等による町並み保存、景観整備運動の流れもあったことから、文化と指的要素が多分に放蔵された姿勢が根付いていった。これは、新・倉敷市へも引き継がれている。西八地区に小規模ながら工業団地がある。その他地域内に大小の工場が点在している。代表的なものに、倉れ、中国加工。 丸ルゴ,ゴムなど。また、クラボーの創業地であり、現在も陶器場では、倉敷市本町に本店を置いている。古来は、海だった地を新田開発のために干拓され、平地化した土地であるため、かつては米をはじめとする農業は、盛んだったが、現在は宅地化、市街地化が進行し農地は大幅に減少している。しかし、市街でも田畑は所々点在しており、 郊外ではまだ田畑も多く、米、野菜を中心に農業は行われている。しかし、市内の他地域や、他自治体と比べると産業としての農業は、脆弱である。一部重複している地区がある。なお、小中学校の学校及び、旧町村域とは、必ずしも一致しない。1927年、つくぼ倉敷町、万寿村、大高村の山町村が、 新しい倉敷町を新設。翌1928年に岡山県内で岡山市に次いで2番目に市政移行し倉敷市となった。その後、幾度かの周辺との編入合併を行う。1967年に周辺の小島市、玉島市と新設合併を行い、新しい倉敷市となり、旧倉敷市は消滅した。 現在の倉敷地域と水島地域を合わせた地域が、旧、倉敷市の範囲である。倉敷市は、平成23年3月に策定した都市計画マスタープランの地域別町づくりの方針、地域別構想において、市役所本庁管轄エリアを、倉敷地域と設定している。ABCDF E 岩津正門、岡山地名辞典日本文教出版社、このうち、 倉敷地域は10万974人。水島地域は7万1461人。倉敷市に関するカテゴリー、ありがとうございます。